馬場さんにお話を伺います。今日市民連合と野党の代表の方が、会談を持たれましたが、どのようなお話がなされたのか伺いますでしょうか。印象的だった。そうですね、こちらから、参議院選挙に向けて、はい、の要望とか、はい、あまり臨時国会も含めてどのように共闘できるかとかを話し合いました、はい、どのような要望をお伝えしたんですか。私が要望させていただいたのは、はい、そうですね、2つあって、1つは、はい、無党派層へのとか、はい、あと今政治に、まあ、なんとなく興味あるけど、はい、それ選挙に行ってない人たちへの、はい、働きかけをしていただきたいなっていうのを、はい、積極的にしていただきたいなっていうのをお願いさせていただいてきました、はい、あともう一つは、今市民運動と政党っていうのは結構乖離してるなっていうのを感じたので、はい、市民の中で参議院選挙、ここはどうするんだって考えてる人たちが結構、不安に思ってる人たちが結構いるなと私は感じていまして、はい、なので、政党の方に、はい、それぞれ各党を野党間の共闘の話ももちろんあるんですけど、はい、市民とどう、はい、共闘していくかのも含めて繰り返し繰り返し発信していただきたいなっていうのをお願いさせていただきました。そうでした。野党からの反応はどうでした。野党からどういう馬場さんの要求に対して印象的だった反応でいいんですか。あ、そうですね、森優子さんからは、はい、その無党派層とか、はい、政治に関心あっても選挙に行かない人たち、行ってない人たちへの働きかけとかに関して結構反応があって、はい、やっぱりその憲法改正だけを論点にしたら、はい、勝つことが残念だけど難しいのではないかっていう話があって、はい、やっぱり、それぞれ抱える問題だとか生活に、はい、近い問題を抱えてると思うんですけど、はい、それにどう問いかけていくか、はい、安倍政権じゃなくて野党に変わったらどう生活が変わるのかっていうのをどんどん発信していくの、はい、で未来を示していくのが大事なんじゃないかっていう話を先にしてました。 あと2問伺います。20代ですとやはり就職率が良くなったこともあって、安倍さんに対する支持率って20代30代が大変高いですけど、それについてはどうお考えでしょうか。そうですね、そうですね、やっぱりその就職率が上がったっていうのは確かに大きいのかなって思う一方で、ただその安倍政権の支持率が高い理由として考えられるのは、はい、別に若者が保守化したからとかっていうのも関係するのか、ちょっといまいちうまくどの言葉を使えばいいのか分かんないんですけど、はい、結構なんか現状以上望んでる子が多いなっていう、私の周りには特に現状以上望んでる人が多いなっていうのが強い印象で、はい、別に安倍政権に投票するっていうのは、はい、これから未来が、はい、未来に希望を持てるから投票するっていうわけではなくて、はい、これ以上悪くなるよりかは、はい、まあ、今のままの方がマシだなっていう理由で投票してる人が結構多いので、はい、だからこそ、野党の皆さんがまとまって、はい、安倍政権じゃなくて自分たちに投票してもらったらどういう未来になるのかっていうのをしっかり示して欲しい、言ってほしいなと私は強く思います。じゃあ最後に伺います。来年の参議院選挙に向けて、まあ、市民連合としてあるいは馬場さんとしてどのような取り組み活動をしていこうとお考えですか。私個人的に、まあ、市民連合としてもそうなのかもしれないんですけど、はい、どういう働きかけをしたいかっていうと、やっぱり党それぞれ、はい、全て一致するっていうことは難しいとは思うんですけど、はい、でもやっぱり一致点でもあって、でそれで戦うことがかなり大事になってくる、はい、しっかりまとまるっていうのはその
やってる身、なんかこうやって選挙に関わる身としても、なんていうの、頑張ろうっていう気になるじゃないけど、応援したいなっていう気になるし、そういう、無党派の人には、何かが変わるなって思わせることがすごく大事だと思うし、選挙に関わってる人も、もともと関わってる人たちにもそう思わせることだとか、はい、応援したいっていう思いにさせるっていうことはすごい重要だと思うので、はい、はい、何でしたっけ、今日は特にありません。あと、で、政策一致できるところで一致して戦えたらいいなと思いますし、まとまってほしいなと思います。わかりました、ありがとうございました。